じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか？急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない。そっちがすぐに来れば。了解。あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい。やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。わかった。通りまで行ってみよう。飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ、大丈夫？よかったら俺らが女の子を送ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ、タワマンの30階。おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。おい、おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕がおさむくんです。どけ、俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだ、おっさん。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあ、お嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。
よせ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 、俺の車！はあ、マジかよ。お前、誰に手出したか分かってんのか？ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなた、マルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを。去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん。ええ。これはとんでもないこと、申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので、初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いや、僕らもたまたまです。本当に何とお詫びをしてよいか。いえ、私もこんなに酔ってしまって。お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ。ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより、今はもっと大事なことが。ん？お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。The man, till you beat the master. You got the plan, then we get the action. I got the answers to what you're asking, but can you handle a hand to hand? If you're not advancing, there's no advantages. It bring madness, sinking up with the savages. With bad habits, by the way of the dragon, a fight within, get ignited from real passion. The ties within, heavy wind. I've been traveling. Now you know me as somebody that you never knew a face. She ain't never seen a ghost of my old truth burning through the pages of my soul, leaving no proof. Only ashes whisper for the memory of my past, but it's no use. And if I got a second chance, I had no clue. I'm in the shadows hiding where I'm supposed to. And you probably wouldn't believe it if I told you. The only way you gonna see it if one I showed you. One man walking alone, lost in land, running from home. One chance, right in the wrong, no one understands you.間違っているかどうかが道しるべとなっていた頃の空はどんな色。涙で流れること諦めたような悲しみさえ終えずにもなることを拒んだあの時の叫びさえ僕を殺すことも適す今日ものと生かすの
選択肢変わるわけない、あるはずないだろう、バカ見るかどうかは俺次第、全てないだ時の中で僕らいつか笑えるかな、かな。任務ご苦労様でした。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。迎えをよこさなくたってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事で不甲斐、女とか火を殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取ってすべての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力で
この病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ、荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者、呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺実ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが、急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とはお互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。はあ、ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。さて今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いことを。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト。彼は日本で調達したある物を軍資金として自分の手元へ取り寄せたいと考えました。そこで我々大道寺一派がその輸送を手伝うことに。そんな話で俺に何ができる。まあ聞いてください。彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。共に独裁者を認めず自由を愛する同志ですからね。そして CIA はこの手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。具体的には
有望な革命家の物を日本から送ってほしいと。ただし日米が関与した証拠は一切残さずに。物ってのは？大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手がいります。なるほど。あなたの任務はその金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局桐生さんは持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。大道寺ってのはもっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか。ずいぶん俗な仕事をするんだな。ですがこれは大道寺の組織力あっての仕事でしてね。金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をバタつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか。さて、私は最近耳が遠くて問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですがお忘れなく。もしあなたがここを離れ、世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし十分分かってる。そもそも俺から言い出した約束だ。分かっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。今物を乗せたトレーラーがこちらへ向かってます。そうか。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前しっかり仕事してる感は出さないと。はあ、俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は俺のこと知ってんのか。いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。